はい、こんにちは、翔太郎です。昨日はグリーンスタッフワールドマットサーフェイスプライマーブラック単体の性能を確認したのですが、今回は下地塗料としての性能を確認するために、ワレホのモデルエアアルミニウム、こちらを筆塗りしていきます。ショップの店員さんに聞いたところ、こちらのモデルエアのシリーズは筆塗りする場合は希釈なしでいけるということでしたので、今回は希釈なしで塗っていきます。今回はせっかく黒塗ったので、このバーニアっぽい部分だけ塗装していこうかなと思います。塗料をよく攪拌して、こちらの皿の上に1滴か2滴出して、こちらの幅広い感じの筆に少しつけて、塗りたいところを撫でるっていう感じですね。結論から言うと、火災塗りなしの一発塗りですっごい綺麗に発色しました。それがこちら。いや、どうです?これすごくないですか?一発塗りですよ。乾燥させて、また塗ってっていう手間を全くなく、筆をスッスッて滑らせて、それでこれなんですよ。はみ出た部分は少しだけ黒でリタッチしてるんですけど、それでもまあ銀塗装は1回っていう風に考えると、このムラのなさを一発塗りで出すことができるっていうのはかなりすごいですよね。まあもちろん重ねていないからムラが出ないっていうのもあるんですけどね。それこそ仮面ライダーとかガンダムって黒とか銀色ってすっごい使われることが多い色だと思うんですけど、それをここまで気軽に塗ることができると考えると、このグリーンスタッフワールドのマットサーフェイスプライマーブラックとファレホエアアルミニウムの組み合わせはこれからも重宝していく気がします。皆さんはどんな銀塗装していますでしょうか？コメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。